こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性に高い服は必要なのか、こういったテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいと思います。先日ですね、ちょっと僕の中で、まあ、実験的というか、こういった動画皆さんに喜んでもらえるかなと思って出したのが、大人の男性にトレンドは必要なのかという動画だったんですね。これがですね、まあ、動画としてものすごく見られてるかと言ったらそうでもないんですが、いつもに比べるとコメントの数がめちゃくちゃ くちゃ多かったのでどうしたんだろうなこれ炎上したのかなと思って僕はちょっと内心ヒヤヒヤとしてたんですが割と好意的に皆さんに受け取っていただいたみたいでなんかこういったこう普段のトレンドの服だとかあとはコーディネートの解説だとかそういったものも大事なんですけども短期的じゃなくて中長期的に使えるような考え方というのをですね皆さんにしっかりと解説することもまあ実は価値があるのかなと思ったので今回はこちらのテーマですねよく聞かれるんですけども大人の の男性に高い服は必要なのかこのテーマについて、まあ、なるべくわかりやすくですね、解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ服って本当に様々な価格帯があるんですよね。まあこのあたり改めて整理をしたいなと思ってるんですが、まあ何事もそうなんですけども、ピラミッドになっていましてえ、下の方は価格帯がリーズナブルで、上の方というのは高い価格帯になっていまして、まあ本当にね、安くて手軽なところで言うと、島村があったりだとか、あとは僕の動画の中で出てくるラインとしては、G GU だとかこの辺りがリーズナブルな価格帯で、そそそそののののの上上ににに来来るるががユニククロロしてそのさららににグーーバルワークとかそれぐらいの価格帯でですねでもうちょっと上になってくると、グリーンレーベルだとか、ナノユニバースだとか、まあセレクトショップの中でも比較的オリジナルが買いやすい価格帯のもので、そこから上になってくると、またエディフィスだとか、ユナイテッドアローズだとか、シップスだとか、テモローランドだとか、もうちょっと価格帯が上がると、エストネーションバーニーズみたいなのがあって、 まあ大体セレクトショップみたいなものがこの辺りには来るんですがそこからさらに上になってくるといわゆるこうドメスティックブランドと呼ばれるような国内のちょっとエッジの効いたブランド様々ありますよね例えばオーラリーだとか エイトンだとか、コモリだとか、このあたりですかね。こういったちょっとこうセレクトショップの中に並んでいるセレクトされたアイテム、ドメスティックブランドのアイテムみたいなものがありまして、そしてまた同じぐらいの価格帯になるかなと思うんですが、まあいろんなですね、こうイタリアブランド、イギリスブランドみたいなもので、まあこれ専門に作ってますよみたいなものがあったりするんですよ。例えばそのあたりで言うとこう星場さんだとか、あとは先日コラボさせていただいたジェディアさんのチャンネルで取り扱っているような、まあニットだ だったらこうジョンスメドレーだとかクルチアーニだとかグランサッソだとかシャツだったらバルバだとかフィナモレだとかジャケットだったらラルディーニだとかタリアトレだとかまあ、こういったこう何か一つのですねアイテムに特化してものづくりを丁寧に行っているようなブランドがあったりするんですねそして一番上にはいわゆるコレクションブランドと呼ばれるようなかなりエッジの効いたブランドですね皆さんも知っているようなルイヴィトンだとかグッチだとかメゾンマルジェラ だととかまあああそそうううういいいっっったたすすごく価価格帯が上ががが上てブブラランンドドロゴに価値るるようなものがあるんですね、まあ、大体このようなピラミッド型になっているんですが、まあ、僕ら大人世代はですね僕の主張としてはある程度までは高い服を着るのもありなんじゃないのかなとは思っていますただこれは条件付きで、まあ、予算にですね限りがなかったらいろんな高い服を着るのもいいかなとは思うんですが僕も含めて動画を見ていただいている方ご家庭を 持っていたりだとかお仕事されていて服に対してどれくらいの予算が避けるかこれは人によって様々だと思いますしそんなに全身をハイブランドで固めるということはなかなか実現が難しいかなと思うんですねでこれは目的によってどの値の服を買えばいいのかって全然変わってくるかなと思うんですね例えば服が趣味で本当にこうおしゃれ中級者以上の方であればある程度服に投資をするということは自然なことだと思うんですよそれは 自分のお小遣いがどうであっても趣味に対してはお金を注ぐというのはどのジャンルにもあることだと思うんですね。例えばインテリアの趣味の方もいるし、ゲームが趣味な方もいるし、あとはサーフィンが趣味の方だとか、いろんな様々な趣味を持った方がいて、そういった方々は他人から見たらちょっと馬鹿げたようなお金の使い方ってするわけじゃないですか。僕もそうです。服が趣味なので他人から見たらどう考えてもおかしいお金の使い方をしてるわけなんですね。でも趣味ってそういう ものなのでそれはそれでも全然素晴らしいことだと思うんですねなのでおしゃれ中級者以上の方または ファッションが趣味だという方は、ある程度ファッションに投資をしたいだとか、ドメスティックブランドを着たいだとか、ハイブランドを着たいだとか、そういったことは十分あっていいことだと思います。一方で、僕の動画を見ていただいている方というのは、まあ、ある程度見た目というところは大事だとは思ってるけども、そこまで趣味にするまでのレベルじゃないという方も多いと思うんですね。ある程度自分自身が心地よく過ごせるような服、第三者から見た時に変じゃない服、ダサくない着こなしをしたいという方が、 結構多いかなと思うんですねそういった方々は、おしゃれが無頓着だった状態からその上の段階、おしゃれ初級者、もしくはそこからもうちょっと上の中級者の初めぐらいですね。それぐらいの方々が結構僕の動画を見ていただいてるかなと思うんですね。そういった方々にとって高い服が必要なのかというところ、ここをですね、今回皆さんにお伝えしたいなと思っているんですが、昔であれば、高い服と安い服って明らかに違いがあったわけなんですね。ただまあ高い服 と言ってもデザイナーズブランドの服っていうのはかなりデザイン的にエッジが効いてるんですね。なのでここではなくてその下ぐらいですね。ベーシックなんだけども質のいい服ってあるじゃないですか。先ほどお伝えしたようなジャケットだったらラルディーニ、タリアトーレ、イザイアとかいろんなブランドがありますけどもそういったもののジャケットとじゃあユニクロのジャケットを比べてものすごい差があるのかというと昔であればその差はもう歴然としていたと思うんですが今はどうなのかというと 質のいいものは相変わらず質はいいんですけども、この価格帯が安かったもののクオリティがどんどん上がってきて、こことの差は以前に比べるとだいぶ詰まってきたかなと思うんですね。それでもある程度センスがある方から見ると、この差っていうのはしっかりと明確なものがあるわけなんですが、ファッションのことがそこまで詳しくない方が、すごい高いジャケットとユニクロのジャケットを比べたところで、まあジャケットでしょ同じジャケットでしょという見方はされてしまうぐらい、この安か 買ったお洋服というののクオリティは年々上がててきてるんですね例えば、それを顕著に感じるのが GU で結構 GU の素材感って個人的にはなんかこう河川っぽいなキラキラしてちょっと変な光沢感があるなというイメージが ちょっと前までは強かったんですよ。だけど最近 GU に行って服を見てると、だんだんですね、服のクオリティも上がってる感じがするんですね。それはどのジャンルもそうかなと思うんですが、素材の開発というものもどん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 発展していくわけなので、価格帯が抑えめであっても、素材の見え方もやっぱり年々変わってくるかなと思うんですね。そういった意味で、高価格帯と安いものの違いというのは年々差が縮まっているということ、ここはまず理解しておく必要があるかなと思います。そして低価格帯ですね。ユニクロ、GU GU、このあたりって、まあ、とにかく企業の規模が大きいので、ものすごく大量に物を作れるわけで、そうなると、一点あたりの単価を下げることができるし、会社が大きければデザインをする方のレベル感も上がりますし、あとは商品開発も、どんどんお客さんの声を吸い上げながら、毎年アップデートされていくので、すごい勢いで進化していくわけなんですね。その最たるものが、まさに GU だとかユニクロという存在で、この二つのブランドが年々ですね、勢力を拡大してきて、 で、ま、その中間にあるようなブランドって結構大変だと思うんですよね。いわゆるセレクトショップと呼ばれるところは、価格帯が安くても結構品質が高いものが増えてきたので、なかなかこことの差別化がしづらくなっているというところ。そして、その上にあるデザイナーズブランドというのは、これまたエッジが効いているので、一定のファンが確実にいて、めちゃくちゃ売れるんですよね。トップとこのボトムの部分が結構売れていて、一方でこの中価格帯ってところが多分ですね、昔に比べると、 そこまで勢いがなくなっているというのが正直なところだと思うんですね。じゃあ、プロの目から見て、この低価格帯のユニクロ GU と中価格帯ぐらいのですね、セレクトショップのオリジナルで違いが全くないのかというと、ここはですね、明らかに違いがあって、僕はこの中価格帯ぐらいであれば、大人の男性も積極的に使うべきだなと思っているんですね。まあ、それにはいくつか理由があるんですが、価格帯が安くていいものがたくさんある。これはこれれはで僕ら 世代ももいいいいいにに使った方ががとと思ううんんですすねというのも服にはいろんなパーツがあります僕は今着ているだけで T シャツがあって、ジャケットがあって、ボトムスがあって、あとは靴があったり、バッグがあったり、時計があったり、小物があったり、帽子があったり、あとはコートがあったり、本当にいろんなものがあるわけですね。まあそういったものを全部ですね、買い揃えると結構な予算が必要になってくるんですよ。まあ僕は個人向けのスタイリストとして普段は活動してるんですが、お客さんと一緒に 全身のアイテムを買い物しに行くんですが、やっぱりですね、全身のアイテムって揃えるとかなりの価格帯になるんですね。ですので、 価格帯を抑えられるところはどんどんですね、ユニクロ GU を使いながらベースラインを整えることはものすごく重要だと思うんですね。先ほどからお伝えしている通り、ユニクロ GU でも本当に良いものがめちゃくちゃ揃っているので、もう全身を揃えることだって可能だと思うんですよ。それぐらいですね、クオリティが高くなっているので、もちろんそのあたりで楽しむのも OK だと思います。ただそういったものだけで全身をコーディネートするのは、10代、20代であればより良いと思うんですね。というのもその世代というのは とにかく鮮度が大事だと思うんですよトレンドのサイクルがめちゃくちゃ早いので去年の服よりも最新のものを着た方がおしゃれに見えたりするわけなのである程度トレンド感の強いユニクロさらに言うと GU の方がトレンドのサイクルが早いかなと思うんですがそういった価格帯の安い服を取り入れながら鮮度の高い着こなしをするということがすごく重要だと思うんですね一方で僕ら大人世代というのは 先日の動画で挙げた通り、トレンドを取り入れる割合としては、10代、20代の方々よりは、抑えめでいいと思うんですね。ある程度、ベーシックな路線を保ちながらも、ポイントポイントでトレンドを取り入れればいいと思うので、そういった点では、そこまで安い服だけで全身をコーディネートするのではなくて、予算の金い上ある程度、これはピンポイントで使えるなというものは、 ユニクロ自由で買うのがいいと思うんですね。例えば、ボトムスっていうのはユニクロめちゃくちゃ優秀で、タックテーパードパンツがあったり、感動パンツがあったり、スマートアンクルパンツがあったり、デニム系もすごく優秀ですよね。こういったボトムスはユニクロで揃える。T シャツも無地のものはユニクロ U のエアリズムすごく良かったりします。ニットも良かったりします。あとはユニクロ U だとかそういったコラボレーション系のアイテムもすごく良かったりするので、そういったもので着こなしの7割から8割まで揃えてしまうのは にありだと思うんですね。そうすれば、そこまで予算をかけなくても、着こなしのベース、決してダサくないというところまでは、十分に引き上げることができると思うし、75点ぐらいの着こなしは十分にできると思うんですね。ただそこから先ですね、もうちょっと着こなしに大人っぽさだとか、上品さだとか、あと大事なのは、着ていて気分が上がるかどうか、気分の問題ですね。ユニクロ GU の価格帯は安くていいんですが、その結果、 人と被りやすかったりだとか、着ていて気分が上がるかというと、そこがちょっと疑問だったりするんですよ。だから、そこはちょっと価格帯を上げて、中価格帯ですね。セレクトショップのオリジナル。これぐらいが、実は僕はちょうど使いやすいと思っていて、それ以上上になってくると、まあ、価格帯がぐんと上がるわけですね。それはそれで後ほどお伝えしたいなと思うんですが、まずは、ユニクロ GU グローバルワークみたいなところで揃えながら、その上の価格帯、セレクトショップのオリジナルで着こなしの中に に2点3点ぐらい混ぜ込んであげるとこれがちょうどいいバランスだと思うんですよね お金をかけるという意味では、中価格帯、このあたりのブランドをうまく使っていくというのが、僕はバランスがいいと思うんですね。というのも、シャツ1枚で取っても、ユニクロであれば3000円くらいで買えるかなと思うんですが、セレクトショップのオリジナル、僕はグリーンレベルさんをよく例に出してるかなと思うんですが、グリーンレベルが何がすごいかっていうと、価格帯が絶妙なんですよね。ユニクロよりも高くはあるけども、いわゆるユナイテッドアローズとかテモローランドとか、そのあたりのセレクトショップの割とこう、平均的な価格帯に比べ 比べると結構気軽に買いやすいですよねなのでグリーンレベルの価格帯というのは頑張れば買えなくないというところで使いやすいと思うんですねグリーンレーベルだとかアーバンリサーチだとかナノユニバースだとか、まあ、このあたりがだいたいですねセレクトショップの中でも買いやすいゾーンだと思ってるんですがまさにその中のグリーンレーベルっていうのはデザイン的には割とこうベーシックなんだけどもユニクロよりはちゃんとトレンド感が強めでかといって行き過ぎてないんですね これが、てっぺんにあるデザイナーズブランドだと、もうエッジが効きすぎて、どうにも使いこなせないんですよね。このデザイナーズブランドというものを使いこなすには、一定のセンスと経験がないと難しいんですね。それをすっ飛ばして、お金がある方が結構デザイナーズブランドの服を着た場合、どうなるかというと、ブランドロゴの主張を強めたいだとか、ちょっと柄の強いものを着てしまっていて、高いものを着てるんだけども、結果として素敵に見えるかどうかが、ちょっと微妙ということが 起こり得るのでデザイナーズブランドというのはある程度のセンスがないとなかなか切るのが難しいゾーンなんですね一方で中価格帯のものになってくるとベーシックなところをちゃんと抑えながらもトレンド感もしっかりと出していくユニクロよりもトレンド感は強いそして素材感は良くなっているというところでちょうど大人世代が使いやすいんですよねだからこのあたりのアイテムをうまく着こなしの中に2割から3割ミックスさせてあげることで気分も上がるし大人っぽくも見えるし全身ユニクロより よりは人との差別化ができるのでちょうどいいですねだいたい75点から80点ぐらいまでの着こなしは目指せるんじゃないのかなと思ってるんですねですので大人にとって高い服が必要なのかというと僕にとっては答えは結構曖昧なんですねユニクロと GU だけで全身揃えることは僕はそんなにですね推奨はしませんやっぱある程度ワクワク感だとか刺激があった方がファッションは楽しいと思うのでちょっと背伸びをしたぐらいの中価格帯ぐらいまでの背伸びは 僕はどんどんんんんしししていいいいいった方ががいいかななととと思思ううででですすねそれもお財布の中身と相談しながら少しずつでいいと思うんですよまずは全身ユニクロ自由でもいいと思います。そこである程度ファッションの楽しさを知って次に買い換えるタイミングにちょっとずつ中華格帯のものを取り入れてみる。こういったバランスが僕はすごく重要だと思うので焦らずに一歩ずつ着実に階段を登っていくということが大事でここを飛び級するとわけわかんなくなるんですよ。いきなりデザイナー ブランこのあたりも、まあ中価格帯よりはちょっと高くなってくるし、なおかつデザイン的にもエッジがかなり効いているので、なかなか使いこなすのが難しいので、ある程度セレクトショップのオリジナルみたいなものに買い慣れて、あ、ベーシックで、なおかつちょっとトレンド感があるものが着慣れてきたな、こういゃちょっとつまんないなと思い始めたタイミングで、初めてドメスティックブランドを着こなしの中に交えていくというのが、バランスとしてはちょうどいいかなと思うんですね。まあ僕 自身もドメスティックブランド結構大好きでいろんなものを買いますが全身ドメブラにするというよりはまあところどころ使ったりだとかまあベーシックなものとミックスしながら使ったりするのでそのあたりは飛び級をせずに無理をしすぎずにですねファッションを楽しんでもらうのが一番いいかなと思うんですねそしてドメスティックブランドだとかデザイナーズブランドというのはあくまでおしゃれ中級者から上級者向けの趣味的な世界観なので価格帯も上がるしデザイン的なエッジが効いてるんですが だからこそ面白いんだけども、そういったものが、 おしゃれに見えるかどうかというのはものすごくスキルが大事でやっぱりすごく個性的に見えてしまったりだとかそれがおしゃれなのかどうかわからないっていう方も結構多かったでするのでそこら辺は結構注意が必要かなと思っていましてある程度第三者が見られた時のこう印象だとか自分自身が気持ちいいかどうかというところを踏まえた上での着こなしというのは結構中価格帯ぐらいまでで買い物するというところが僕はかえって安全なのかなとは思っていますですので僕の動画を見ていただいている 初級者から中級者くらいの方はユニクロ GU このあたりで買い物をしながらセレクトショップのオリジナルをうまくミックスしてファッションを楽しむというのが僕の中では一番バランスがいいじゃないのかなというふうに思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性に高い服は必要なのかというテーマでお話をさせていただきました。結論は何度もお伝えしている通り、まあ、高い服というのは、もちろんユニクロ GU よりはちょっと高いぐらいの服ですね。いわゆるセレクトショップのオリジナル、中価格帯ぐらいの服をうまくユニクロ GU とミックスさせながら作るスタイルが、僕は最強なんじゃないかと思っているということなんですね。まあ、このあたりを頭で理解しながら、少しずつ階段を登るようにですね、 自分のファッションスキルを高めていって、その先にドメスティックブランドがあったりだとか、コレクションブランドがあったら、やっぱりファッションの世界はより楽しくなってくると思います。人との違いが明確になることで、ファッションっておしゃれだなと認識してもらえたいだとか、自分の中のモチベーションが上がったりするので、そういった域に達することができたら、めちゃくちゃそれも楽しいので、ぜひ皆さんもですね、その階段を一歩ずつ進めていただきたいなと思っています。まあ、これからもですね、こんな形で、たまにはですね、短期的なこう動画では でななくてて、まあ、中長期的に使ええるようう考え方も出しいいきたいと思うんですねどうですかね皆さん楽しんでいただけましたでしょうかね僕もなんかトークだけでやってるので、これが皆さんのこう興味を引きつけられてるかどうかはすごく不安なんですが、ぜひコメント欄でこういった風に感じましたとか、あとはこういった視点もあるんじゃないですかっていうところも含めて、僕にとってはすごく学びになるので、ぜひ皆さんの意見も聞かせていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。